え皆さんこんこにちはロキです、えー、今回はですね、えー、今ヤフオクがとんでもないことになっていますということでお話ししていきたいんですが、えー、これがどういうことかといいますと、えー、多分皆さんテレビをつけていらっしゃってお気づきの方多いと思うんですけれども、えー、今ヤフオクがですね、えー、まあ莫大な費用をかけてテレビ CM をやってるんですね。あのー、まあおそらく見たことは あるといいうう方も非常に多いと思うんですけれどもその効果がです、ね、如実に現れているということでこのカメラ転売においてもです、ね、非常に出品する側からすれば高値で売れていくとそして定額出品をしていくと週末にはです、ね、かなりの勢いで商品が売れていくという現象が起きています。 実際にですね、まあ、こちらに、まあ、こう梱包してしまってるんですけれども私が先日仕入れたこれがキヤノンの5 d m a r k II なんですがこちらの機種ももう本当にですねあっという間に売れていきましたまあもともと人気の機種ということもあったんですけれども、まあ、おそらくですね欲しい人が群がっていったということで中にはですね こちらの機種なんかは結構カメラをですねかなり扱ってる方がまあ求めているものとアマチュアの方というよりはかなりプロに近い方から人気があるという機種なんですけれども新規の方もですねその入札にかなり入ってきてくださるようになったんですねこの新規のお客様というのが本当にここのところすごく増えてます まあこれは本当にヤフオクのですね CM の効果かななんていうふうに思うんですねで、まあ、他の商品、まあ、この5 d m a r k ーに限らずですね、えー、他の、えー、まあアマチュア機なんかもですね、えー、まあ入札される方を見ていると、えー、新規の方ということでかなりですね、えー、本当にヤフオクの宣伝効果っていうのが強く出ているんだなというふうに感じますそのことによってですね 新規の方が増えることによって、えー、まあ相場を知らない方というのが非常に増えているというふうに思います相場を知らない方が増えているということは、えー、まあ金額がですね、いきなり上がったりとかですね、思いもよらないところまで金額が上がっていくという現象が起きているので、えー、これ売り方によってはですね、かなりえーまあ非常に多くの利益を生むと。 実際に私もですね、売り方を変えて、新規のお客様向けの売り方ということで、実践している商品もあるんですけれども、すごいですね、だいたい仕入れ価格が8000円で仕入れたものが、2万円ぐらいまで上がってですね、それで売れていくと、これ、恐ろしい利益率なんですね、利益率でいうと200、200%近くいっているので、物販ではもう本当にありえないという利益率になっています。 これもですね、ヤフオクの宣伝に合わせた商品のラインナップということで機種を選んであげたりとかあとはその新規のお客様が実際にカメラを始めるときにです、ね、どういうふうなものを求めているのかということをしっかり考えていくことで実際にそういうふうな提供をしていくことでですね、新規のお客様にマッチした販売をしていくとそうすると金額もそれなりに上がるというふうに現象が起こっています。 まあこんな形でですね、えー、まあカメラ転売をやっている我々からすればですね非常にありがたい、えー、ヤフオクからのご褒美ということで、まあ、クリスマスも近いんですが、えー、私にとってはですねクリスマスプレゼントと言っても過言ではないような、えー、ヤフオクからのサービスだったというふうに思いますこれはですね、まあ、これからカメラ転売を始めようと思っている方にとってもですね えーまあ、とても、えー、いいスタートダッシュが切れるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、今、まあ、カメラ展望ちょっとやろうかなと思っていたりとか、えー、ネットビジネスで何しようかなというふうにくすぶってる方がいるのであればですね今ヤフオクが宣伝をかけているこの波に乗らない手はないと思います。はい、これは、えー、実際に私が今までずっとカメラ展望をやってきた上で、えー、本当に売りやすくなっているということで。 えーまあ、こうしてオープンにです、ね、情報を発信しているんですけれども実際に私がやっていて思っていることなので、えーまあ、間違いないかなというふうに思います、まあ、今回はですねヤフオクの CM にあやかって、えー、こういうふうにカメラ転売でも商品が売りやすくなってますよということでこれから始めようとしている方にとっての朗報になりますのでぜひ参考にしていただければなと思います、はい、それではご視聴いただきありがとうございました